起立気をつけー、礼、お願いします。着席。どうも、藤崎サイトの宗沢です。とうとう夏が明けました。皆さんどういかがお過ごしでしょうか。本格的にですね、あの夏になってきたということで、ちょっと今回は、今年の夏に向けてですね、僕が半袖の T シャツとか、まあ、トップスですねを購入してきたものをちょっと紹介していこうと思います。まあ、コツコツと集めてまいりましたよ、このシーズンに入る前にですね。っていうのが、まあ、服が欲しいっていうのは常日頃からずっとあるんですけど、夏の僕トップスでなんかやっぱりなんて言うでしょうね、どれも好きなんですけど、もうズバーンと決め手にかけると言いますか、なんかなんて言ったらいいんだろうな、まあ本当になんか物足りないな、まだちょっと欲しいなって思ってるところがここずっと夏の間ありまして、なかなか半袖で、あの夏物のトップスで僕の中でズバーンとくるものを自分で見つけれてられない見つけれてなかったですね、なかったんですね。なのでそれに向けてまたちょっと今年はですね、いろいろ集めてきたんですけども、その中でちょっと個人的にいいなと思っているものを紹介させていただこうと思います。その前にですね、喉がですねやられてしまいまして、これあの前から見ていただいている方はなんか覚えがあるかもしれないですけど、僕年一くらいでですね喉がいかれる時が多いんですよ。いかれそうになってギリギリセーフだったり、完全にいかれちゃったりする時があってですね、今回はちょっともうまたやられてしまって、今治りかけなんですけど声がおかしいと思うんですけど、聞き取りづらいところとかあるとは思うんですけど、すいませんけどよろしくお願いします。ということで早速行きましょう。1点目、こちらですね、ボーリングシャツになります。ブランドがクラウンプリンスなのかな、聞いたことないブランドだったんですけど、調べてみるとまあだいたい60年代70年代ぐらいのボーリングシャツになるのかなと思います。色がグリーンで表記がないんですけど、おそらくレーヨンじゃないかと思います。でも僕レーヨンあんまり正直好きではないんですよ。あのこの何でしょう、素材としてその落ち感があるとかテロッとしてるとか、爪いい感じでちょっと肌触りがいいとか、夏に、まあ、すごい好きなんですけど、あの要するに手入れが難しいじゃないですか、洗ったら縮むみたいな。昔コーラのですね、コカ・コーラの別に古いとかいうわけではなくて、その長袖のレーヨンシャツを持ってたんですけど、案の定縮ませちゃったんですよね。なんでこれもちょっと洗うの怖いなと思いつつも、ただこれめちゃくちゃデザイン良くて、ここがまずチェーンステッチで、おそらくドンさんかな、わかんないけど、が着てられたと思うんですけど、もう何よりもこのまず緑っていうところがあって、裏がですね、このプリントじゃなくてワッペン、デカデカとワッペンが付けられてるんですよ。アローエレクトリック、まあ電気会社のあれだったんですかね、と思うんですけど、この背面にやられてしまってですね、購入させていただきました。まあレーヨン、まあ正直ね、レーヨンコンなら、まあアロハの時とかも言ってたんですけど、まだいい感じだったんですけど、レーヨンバリバリだったらちょっとね、洗うとが難しいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、デザインに惹かれて購入させていただきました。まだ着れておりません。こっからですね、夏本番。いい感じの T シャツじゃないかと思います。はい、1点目が、クラウンプリンスのボーリングシャツでございました。多分70年代ぐらいなんじゃないかなと思います。はい。で、2点目が、こっちはもう結構着てるんですけど、ブランド不明の切り返しの多いガラシャツ、総ガラシャツですね。はい。これ本当にブランド不明なんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、このまず柄、宇宙人みたいなの、これが超可愛いんですよ。なんかこれ着るとめちゃめちゃ若くなりそうな雰囲気あるんですけど、そこまでなんか変に年相応よりかなり若く見えることがなんか着てみるとあんまないんですよね。まあキャスケットのおかげなのかもしれないですけど、でこういったところに切り返しとか、ボタンのここの部分とかのその補強も借りてなんでしょうけど、こういう風にもう一枚布が当ててあるんですね。で全面この宇宙人なのかなっていう感じですけど、これがめちゃめちゃ気に入ってて、これ結構着てますね、もうすでに。なんだろうな、この宇宙人なのか何なのか、よくブランドが分からなくて、タグもついてないのか欠損してるのかっていう話なんですけど、唯一分かるのがここなんか書いてあるんですよね。でこの文言というか、文字で検索しても何も引っかからないんですよ。なんでこれが何なのかっていうのが分からないんですけど、とにかく気に入ってますよ。これは可愛すぎです。はい、
ということで2点目が何だろうな、宇宙人の総柄シャツでございます。はい。で3点目かがこれですね。ミッキーマウスのアロハと言っていいのか、まあわかんない、あったじゃないのかな、ミッキーの総柄シャツになります。ちょっとタグこれ何年代か忘れたんですけど、おそらく90年代ぐらいじゃないかなと思います。まあミッキーで背面がズドーンミッキーとね、これがいいんですよ。派手、めちゃめちゃ派手ではあるんですけど、着てみるとねそんなに派手に見えなかった正直。まあいけるって思うぐらいの派手さだったんで、まあ、ミッキーとかねこういうキャラクターもののプリントは正直難しいと思うんですよね、なかなか。でもなんかここまで逆にミッキーがいすぎてもいいのかなと思って、太鼓叩いてるミッキーとか、まあ普通のミッキーとかいろんなミッキーいますよ。めちゃめちゃ可愛い。サイズ表記がですねラージで14から16って書いてるんで、もしかしたらそのキッズとかなのかなと思うんですけど、その表記のサイズ感で僕的にはちょうどいい感じ、本当にジャストで着れてちょっと短丈気味になるのかな、で着れるのですごい気に入っております。これもまだ着れてないんですけど、ここから着ていきたいですね。はい、3点目がミッキーの総柄シャツになります。可愛すぎる。よいしょ。で次が、4点目かなが、モンスターズインクの、これもレイオンなんですけど、まあアロハって言っていいのかな、アロハシャツになります。でこれが、まあ、アロハですね、レインスプーナーと、ダブルネームみたいな感じになってるのかな、コラボというかになっております。これもめちゃめちゃ可愛い。ただレイオンっていうのもあるんですけど、これ、まあ、その普通にコラボしてるのかなと思っていろいろ調べてみたら、どうやらなんかこれのどのタイミングなんだろうな、モンスターズインクが DVD が一番最初に発売された時、もしくは後からまた発売された時ってなると思うんですけど、それのなんかなんて言ったらいいの、プレミアムボックス限定版とかについてきたものになるみたいですね。でこれめっちゃいいよね、マイク・ワゾースキーとサリーね。つい最近、割と最近にですね、久しぶりに見てみようかと思って DVD 借りてみたんですけど、やっぱいい話ですよ。これめっちゃ気に入ってるんですけど、ここ破れてるの気づかなくて、まあここはちょっとレイオンとお直しできるのかなって調べてみたんですけど、まあ、できることはなさそうなんで、シーズンが終わったらちょっとお直しをしようかなと思っております。めちゃめちゃ可愛い。はい、4点目かながこのレイスプーナーとディズニーですね、まあ、モンスターズインクのアロハシャツになります。いいよね、やっぱね夏柄シャツばっか買っちゃうんだよね。無地も買ってはいるんですけど。次がアロハですね。またこれがエクストリームアイランドデザインズっていうところのものになります。サイズ L ですね。これすごく気に入っております。何回か1回2回しかまだ着てないと思うんですけど、この海の柄ですね、カメとか、海って言ったら海だけじゃないですね、ヤシの木とかもありますし、ヨットとかもいろんな柄が入ってるんですよ。で色使いも落ち着いてて、いろんな柄も入ってて、色も使いが落ち着いてるとはいえ色もいっぱい使われてるんですけど、派手にならないんですごい気に入ってますね。でボタンもヤシの木なのかな、木製のボタンになってます。これはいいですよ。やっぱアロハはね柄によるけど、これ落ち着いて着れる、派手なのもいいんですけどね、落ち着いて着れるのがすごい個人的には好きです。でこれがコットンポリですね、のアロハになります。なのでイージーケアでございます。まあ、今回はレイオンもですね買ってはいるんですけど、やっぱり僕個人的にはそねイージーケアっていうところがすごい助かる、好きなところがあるので、やっぱコットンポリの、まあ、できれば綿100が一番好きですけど、アロハが好きなのかなと思います。はい。で次がこれがね派手ですよ、派手。別に古いものではないとは思うんですけど、これがですねハードロックホテルラスベガスの、なんて言ったらいいんだろうな、オープンカラーシャツになります。まあド派手。これねポーカーしてるんすよ、犬たちが、動物たちが。めっちゃ良くないですか、まあ、派手すぎてですね、派手というか強いんですよね。これまだ着れてないんですけど、めっちゃどっかこれ家族で出るっていうよりも一人でねどっか出かける時とかに、動く時とかに着たいやつですね。で背面もあるんですけど、これ一つ残念なのが背面も同じプリントなんですよ。
かりますかね、全く多分同じなんですよね。これが後ろすいませんね、背面のプリントがあっち側からこの人たちの背中が映るようなプリントだったら最高だったんですけど、まあでもそれにしてもかっこいいよねっていうシャツですね。微妙になんかね、なんだろう、この蜂の巣の穴みたいな格子みたいなずっと柄になってるんですけど、これはどっちかっていうと、まあアメカジっていうよりかはなんかルード系なのかなと思ったりするんですけど、これは最高にかっこいいですね。これポリ100だったかな、 100% ポリなんで、まあちょっとベタつく可能性もあるんですけど、まあ、それにしてもなんかデザインが良すぎて本当に買っちゃいましたね。まあ、僕に似合うかって言われたら微妙かもしれないですけど、はい、ハードロックホテルのシャツでございました。オープンカラーですね。次が一応最後になるのかな、今回紹介させていただくものの中で。これはもう何回か着てるんですけど、はい、レイスプーナーのアロハになっております。これコットン100ですね。これもまた柄がいい。赤のアロハってやっぱヤシの木とかいろいろあったりもちろんすると思うんですけど、めちゃめちゃ落ち着いてるんですよ。赤の色味も落ち着いてて、で貝殻とかのこの柄が入っててですね、でコットン100イージーケアすごい気に入ってますね。でこれサイズが XXL、2XL なんですけど、短パンショーツとかハーパンの時に話したのかなハーパンってすごくバランスが取りやすいんですよ。このぐらい大きなシャツだったとしても、なんまあ個人的ですけどねみんながみんな、いやそれはサイズ感は違えよってなるかもしれないですけど、僕個人的には、まあ、極論もしかしたら 3XL の丈感まで許せるんじゃないかって、まあ着たことないですけどね、 2XL ぐらいまでは僕の体格と僕の感覚でいけばハーパンと合わせればサイズ感というかバランスが取れると思ってるんですよ。この柄でしょ、 2XL でしょ、まあもうハーパンと合わせたら最高に個人的にはいいんですよ。レイスプーナーあんまり持ってなかったんですけどね、今年は2着かな買わせていただいております。またねこのダイヤモンドヘッドタグっていうんでしたかね、このタグがめちゃくちゃいいんですよ。綺麗よね、このタグ集めたくなるんですけどね、まあ安いものではないよね、このレイスプーナーのアフロじゃねえやアロハもね、うん、いやー柄もいいけどタグもいいって最高ですね。てな感じで何点かな、まあ、数点自分が今回購入してきた、夏に向けて購入してきたものを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もう夏本番ですよ。このマスクが暑い、またマスクの内側ここが曇る時が来ましたよ。本当にもうめっちゃ曇ってて見たいんですよね。はい、てな感じで皆さん夏に向けてどんなものを購入されていますでしょうか。僕はですね T シャツもう着るは着るんですけど、圧倒的に正直そのシャツの方が着ることが多いんですよね。なんでシャツ多めの感じ、まあ、シャツ多め紹介したものはシャツしかないんですけどばっかり、あ、まあ、1点追加で紹介しようかな。これですね、バリプリミティブの T シャツになります。はい、これ大丈夫っていうあれなんですけど、映して大丈夫っていう感じなんですけど、これもいいですね。シングルステッチでおそらく90年代ぐらいの裾もシングルかなのものになりますね。これはいいよまあこれなんかは特にね、もうある意味ヌードなんでちょっと子供といる時には着れない T シャツにはなるんですけど、はい、こんな感じでございます。まあ、っていう感じでやっぱり僕的にはシャツを着ることが多いシャツ多めの紹介になったとかなったんですけど、いかがでしょうか。先生たちもですね、何購入したとか、これおすすめだよって、 A4 の洗い方、洗濯の仕方とか教えてくださる方がいればぜひ教えていただきたいです。いろんなことちょっと教えていただけたらと思います。ぜひコメントしていただけたらとっても嬉しいです。あー、のどいて、では起立、気をつけれい、ありがとうございました。着席。